皆さんこんにちは、ピアニストの福間幸太郎です。今年11月8日の金曜日に名古屋電気文化会館ザ・コンサートホールにてリサイタルをさせていただきます。ストーリーズというテーマでお届けするプログラムなんですが、前半はショパンの名曲英雄ポロネーズ、その後の第2番早々と呼ばれているあの名曲ですね。そして幻想ポロネーズ、後半はトランスクリプションのもの、ワーグナー、ドビュッシー、そして、今年生誕200年のスメタナのモルダウを弾きたいと思います。で、ショパンは私にとって本当にもうピアノを始める前からもう一番好きな作曲家といえる、大切なあの作曲家でして、あのこれまでも本当にたくさんの作品を取り上げてきたんですけれども、今年日本デビュー20周年という記念の年に新しい CD を出させていただくことになり、それをショパンアルバムにして、そのアルバムに収録した中でも、まあ、大作といえる、3作品をあのリサイタルで取り上げたんですね。ショパンの英雄ポロネーズは私が、まあ、ピアノを習い始めてから結構間もなくあの、まあ、存在を知って憧れていた、ずっと憧れていた曲なんですね。で、私はまだ5歳とか6歳でオクターブも届かなかったんですけど、この曲ってあのオクターブの連続とか、まあ、非常にあの手を広げた複雑な和音とかが出てきて、当時は全然弾けなかったんですけれど、もう無謀にもあの、まあ、音を抜きながら省きながらなんですけれど、こうがむしゃらに弾いてたようなすごい思い出の詰まった曲ですね。で、ショパンの早々ソナタに関しては、これ私がパリに留学をして初めてその先生からいただいた課題の曲だったんです。だからまあ結構初めの頃にレッスンに持って行った曲なんですけれど、あの先生から、僕が弾いた後に先生から一言、ちょっとまだ早いかもねって言われちゃったんですね。そのテンポが早いじゃなくて、その取り上げるのが早かったかもねっていう意味で、まあ、当時の私はやっぱりそのこの作品の持つ精神性の深さとか全然こう表現も理解もできなかった、とにかく技巧的に難しいっていうのにこうアップアップしながら音を弾くのに一生懸命だったっていうことだったと思うんですけれど、でこの先生が横でパラッとこう弾いてくださったのは本当に感動的で、もうなんかちょっと絶望しちゃって、あのそれから全然弾かなかったんです。だから公開の演奏会で取り上げたのはそれから20年後、私が39歳になった時だったんですけど、その39歳っていうのはショパンが亡くなった年なんですね。で、その年になってその、まあ、死生観というか、あこの年でショパンは人生をもう閉じたんだなっていうこと、そしてそれよりももっと数年前にその若い時点で早々ソナタっていう早々行進曲とかねを書いたっていうことで、まあ、すごいいろいろ考えさせられるものがあって、まあ、そこからこうこの作品のなんかこう真髄に迫ることができたように思っております。そして、幻想ポロネーズ、これはまた私にとって非常に大切な作品なんですけれど、私がデビューしたのが、まず最初にデビューしたのはニューヨークだったんですね。あのクリーブランドコンクールというアメリカのコンクールで優勝して、その3ヶ月後にニューヨークのリンカンセンターでデビューしたんですけど、そこでも弾いた曲、そしてその翌年日本のデビューリサイタルでも演奏した曲なんです。付け加えると、その日本デビューから1週間か2週間後にポーランドでもあのドゥシニキ国際、ショパン音楽祭っていうのところでも演奏したので、私にとっては本当に思い出深い作品なんですね。でもその年以降はほとんど取り上げなかったような気がするんですよね。だからそれこそ20年ぶりぐらいに、あの昨年ぐらいからまた弾き始めてるんですけれど、このなんか20年のいろいろな思い出とか、まあ、自分なりに成長した部分とか、を経てなんかこう表現できるものがあったらいいなというふうに思っております。でそれぞれあの個別にも本当に名作だとは思うんですけれど、今回、まあ、ちょっと私のこだわりで
この英雄ポロネーズ、そして葬送そなた、幻想ポロネーズっていう3作品で一つのストーリーを描けるかなというふうに思ったんですね。まあやっぱりこうこの音楽が語るストーリーっていうのが、まあ、英雄っていうところで、英雄一人の英雄の物語みたいなものをこう想像できるんじゃないかなというふうに思いました。まあ具体的なね、その情景とか、どういった展開をするかっていうのは本当にお聞きくださる方それぞれご自由に想像していただければと思うんですけれども、まあ、ちょっとこの3作品がこうつながって一つのストーリーを描いているかのように聞いていただけたら嬉しく思います。で、後半のトランスクリプションなんですけれども、ただただこう編曲ものを取り上げたっていうわけではなくて、こちらもちょっとこう裏のなんかこうテーマっていうのが、3つほどあるんですね。一つは、幻想、そして愛、まあ、あと愛と死っていうふうに私は思ってるんですけれど、そして、きらめく水、この3つ目のきらめく水っていうのは私にとって本当にライフワークの一つにしているテーマでして、私の名前の漢字にある光太郎の光の字、山水に光って書くんですけれど、まあ、この漢字が与える、まあ、印象といいますかイメージなんですね。で、まあ、英語で shimmering water っていうふうに私は呼んでるんですけれど、まあ、それをこうちょっと連想させるような音楽っていうのを取り上げました。で、ワーグナーのトリスタンとイゾルデ、これはまあオペラなんですけれども、そこから序曲と、イゾルデの愛の詩、これはもう本当に最後の場面に出てくるクライマックスの素晴らしいアリアなんですけれども、その序曲っていうのが暗い海、夜の海を、イゾルデとトリスタンが後悔する場面から始まるんですね。まあ、そのイゾルデっていうのはアイルランド のお姫様だったんですけれど、そのアイルランドを任してそのイゾルデをその自分の国の王に嫁がせるっていうような役目をトリスタンが命じられて、まあ、こう中にはそのいろいろな敵なのに助けたっていう、まあ複雑なこうシチュエーションがあるんですけれども、でもその船の移動の間にイゾルデもトリスタンも恋心が芽生えてしまって、で、まあそういった非常にこう複雑な人間模様が描かれた、まあ、場面なんですけれども、それをワーグナーがねすごい本当に絶妙な和声ハーモニーで描いてるんですね。で、これはやっぱりオーケストラで聴くのがもちろん理想なんですけれど、私が今回これを自分の編曲でこうお届けしようかなというふうに思った理由としては、リストがこの最後の場面イゾルデの愛の詩っていうところを編曲をしていて、素晴らしくこうピアノの特性を生かした編曲をされてるんですね。まあ、だから言ってみればオーケストラではこう書かれてないような書き方でちょっとこう変換されてピアノ用に変換されている部分があるんですけど、それによってうまくこうあたかもピアノ、もともとピアノ作品であるかのように完結した作品として書かれていて、で、序曲も私はそういう書き方ができるのではないかなというふうに思ったんです。他にもねピアノ独奏用の編曲っていうのはあるんですけど、それはどちらかというともう忠実にオーケストラの音をピアノに落とし込んだっていう感じの、まあ、リダクションって言われるんですけど、そういった形になっているのに対して、まあ、私はちょっとこうリスト寄りの少し音を増やした感じで編曲できればなというふうに思っております。で、その後に弾くドビュッシー、この牧神の午後への前奏曲、これもまたオーケストラのレパートリーとして非常に重要なものなんですけれど、まあ、私が思うにこのドビュッシーとそのワーグナーって音楽的に見るとかなり違う面はあるんですけれど、今回取り上げる作品においてはどちらもすごい官能的な世界、その愛とかその人間の欲望とかなんかそういったものも
こう表現されてるんですね。でドビュッシーに関してはそれが本当に幻想的、色彩豊かに幻想的に描かれている。でこの、まあ、オーケストレーション、まあ、オーケストレーションというかその原曲を聞くと本当にいろいろな楽器が出てくるんですけれども、それがこの自然の描写にもこう、うまくなってるなっていうふうに私は思うんですね。それを、まあ、ピアノ1台で表現するっていうのは非常に、まあ、チャレンジではあるんですけれど、まあ、私自身日本を出てから最初に留学したのがパリだったので、まあ、パリでこう学んだそういった色彩感っていうものも今回ぜひ、まあ、皆さんに披露したいなというふうに思ったの で、 でワグナーはドイツの作曲家で、私自身もパリの音楽院を卒業後ベルリンに行ってドイツで長く勉強したということもあってドイツ音楽を取り上げた。そして最後にお届けするのが、スメタナのモルダウ。でこのモルダウは私にとって非常に、まあ、大切な、自分の人生においても大切な作品であり編曲、自分自身の編曲なんですけれど、2012年、今から12年前に編曲をしたんですね。でその時にリサイタル、まあ、ツアーがあって、それこそシマリングウォーターっていうタイトルの、まあ、プログラムを立てた時にある主催者から、まあ、皆さんのよく知っているような耳なじみのある作品も弾いたらどうですか、例えばモルダウをっていうふうにご提案をいただいて、でそれでまあ軽い気持ちで編曲をしたんですね。でその時はもう一回きりなのかなとは思ってたんですけれど、思いがけずこうご好評をいただいて、その後もいろんな地域国でも演奏してきて、で本当に皆さんに喜んでいただけて、このモルダウっていう曲の持つ何でしょうね、その何とも言えない絶大な、なんか郷愁に駆られる感じっていうのは本当になんか大げさかもしれないですけど全世界に共通するのかなっていうふうに、まあ、私自身は感じるんですね。南米でも北米でも、まあ、ヨーロッパでもそういうふうに皆さんからおっしゃっていただけて、で、まあ、その後 CD 録音もする機会ありましたし、楽譜出版もさせていただいて、で今年その作曲家スメタナの生誕200年ということでぜひ取り上げたいなというふうに思ったのでプログラムを最後に置きました。で、まあ、このストーリーズっていうタイトルですけれど、まあ、先ほどね前半で3作品を通して一つのストーリーって申し上げましたけれど、一つ一つの作品の持つストーリー、そしてプログラム全体で皆さんが自由にこう、まあ、描くストーリー、そして私とその作品のストーリーっていう、まあ、いろんなものが込められているので、そういったことをこう一緒に感じて本当になんか特別な時間を共有できたらなというふうに思います。ぜひぜひコンサートにいらしてください。